じゃあ俺こちらから。よいしょ。はい、みんな。こんにちは、初中でーす。こんにちは、そしてトシーでーす。ドタタタタタタン。今日はね、稲沢市平和町の、ある公園に来てます。ある公園ってか、僕も公園だ。なんかね、看板でね、後ろに書いたんだけど、薄墨桜。うん。まあ、桜街道っていうのかな。桜がずっと向こうまでありまして。桜ネックレス。桜ネックレスも、うん、今さっき動画撮りましたけど、うんうん、で今回はですね、今週僕の歌は、うん、美味しい給食の、うん、ザ・イカ飯、うん、まあ3期のラストですよね、うんうん、見に行きました、うん、じゃあ その感想を2人で言おうじゃないかということで、長なるよそんなことしたら。まあとりあえずこうやったりこう暑いし、うん、まあとりあえずは面白い。まあ面白いな。コメディ分野やな。うん。俺んとこああいう面白い映画見たらはずやね。ああまあまああんまりコメディ見に行かんねんな。うん、アクションとか。っていうかはおめえ自体があの映画館で寝ちゃうで。ああ。実際ちょっと映画館で寝とったし。だから初めは面白いんだね。すぐ、まあ、映画版全くねえんけどな。うん、初めの方は普通のドラマ通りの大体まあ20分ぐらいはすぐ給食になったんだ、うん、そうだな、うん、その後がちょっとまたちょっと高くなってくるんだよね。まあそう、うんうん、まあ、いつも通りの展開だね。うん、うんうんうん、どうぞ。え、もう一回ね。うん、とったとった。あ、そうだ、そんなもんかけてみんな、おいしい給食って見たことある人ないか。おいしい給食はね、僕はね、うん、一応、市原隼人が あまりだ先生という役で、うん、で、そのな給食好きのライバルで、まあ、シーズン1、2は神の子、うん、で、シーズン3から函館行ったもんで、うん、円谷健がまあ、ライバル、うん、円谷健も席替えしてストーブの横に来たよな、そう、函館で寒いから、うん、入れ替えしたもんで、でそこからやりだしたよな、つぶらいはね、うん、でつぶらいの方は、うん、先生と友達になりたいを何回でも言うんだけど、あ、まあ用務員の先用務員の人とも仲いいんだよね。ああ、あれは、ね、お笑いコンビのズンのやつよね。あ、そう。ということで、まず美味しい給食といえば。代表的なものはこれじゃないですか、トシ君。これ何持ってきてるんや。コッペパンやねえか。コッペパンだよ、この感触。いや、どうだこういう感じだろ。ようやるな、お前。あんた変態だね。あ、変態だねって言ったな、今な、うん、ええよ。シーズン3からは、2からか、駄菓子屋に行くもんで、買ってきますよ、チョコバット。なあ、取るんや。駄菓子屋、駄菓子屋。チョコバットっていうのは、とりあえずは、この、周りから開くんですよね。あまり先生、ね。いや、まあ、買ってみよう。器ちゃうけどな。そこを、何、盗撮されるんやな。3人の担任の先生やな。そうですね。こうやってから、ってやったところを。チョコバットは、うん、当たりが出ればヒット、当たりが出ればホームランか、ホームランが出れば1本交換もらえて、ヒットだと4本入れね。5枚な、うん、5枚、うん、この袋に書いてあるんだけど、熱いで熱でだいぶ溶けちゃって、うん、このカリカリの周りの、これがいいんですね。食レポなとるじゃん、ん、食レポなとるじゃん。食レポなぞるよ。美味しい給食の天田先生の真似を多少入れて。ああ、入れてやけど、食レポやな。美味しいですか。あ、これ美味しいねえけどな。実際にそんな美味しいないけどな。うまい。うまねえよ。うまい。実際から固めのあれじゃん。外がチョコやけど、中は固めのあれじゃん。クラッカーじゃん、それ。ビスケットっていうか。あんまり美味しいもんじゃない。あ、じゃあちょっとまた映画にちょっと戻りますね。うん、ああ、まあ、うん、どうぞ。
んで、まあ真面目だから、まあ議長が出てくるんですよね。議長、議長、議長、ああ議長、うん、議長というか、うんうん、町内の議長ね。そうやな、うん、あ、その市の議長ね、函館のね、うんうん、で天田先生は、まあ、まず寒さに弱い、弱いな、うん、ほんで寒さに弱くて、あと何があったっけ、何があったっけって、何があったっけって言われてもさ、うん、うん、何があったっけって言われても天田先生やな、あ、何もねえよ。あとは何もねえ、あとは給食を楽しみにしてるだけでしょ。まあそうそうそう、給食のために学校に通ってるって言われても過言ではない。まあ自分の母親の料理が、うん、めちゃくちゃ美味しくなくて、まずくて、うん、給食にほぼ全然命をかけてる、うん、で映画版でもね、うんうん、あとね、まあドラマの方でもやったんだけど、だからその議長と何日本酒を一杯だけ飲むな、天田先生な。あ、ほんで記憶がなくなって次の日はもう数匹で門に立ったというか、ギューッてやってシュシュンとか言ってシュシュンとか言って、な、うん、そういう場合も出てきますよ。解説してるわけじゃん。ああ、痛いな。解説してるだけじゃん。解説だもんね。そう、あんた変態だねって言わね。あんた変態だねって。あれ変態だよ。2回言われたでね。あ、チョコバットの時はあれけど、高畑敦子さん演じるおばあさんが。ね、あれも、うん、だいぶ化粧してね、高畑敦子ね。そうね。今度主演映画があるけどね。うん、よう、うん、バラエティ出てくるよね。クイズとかね。出るよ。高畑さんね。出るよ。ほんで、うん、給食のおばさんで、元アイドルの伊藤舞子。うん、伊藤舞子のはオレンタの時代だから。あ、うん、シングル、一番最初に出したシングルが微熱かなっていう、ね、ああ、うん、そうだよ。持っとる人おるんかな。俺持っとるよ。あれ持っとるよ。レコード持っとるよ。当時はレコードだよな。持っとるよ。あ、てかに、俺の兄ちゃんが買ったやつが兄ちゃんがいらんなったもんで、俺がもらったって。時代的には美味しい給食は俺の弟、6歳下なんだけど、ああの、うん、やけど、うん、普通の当時の中学どちらでも、昔は男はみんな坊主やってる、頭。ああ、坊主。なんか記憶あるでしょ。坊主だよ。うん、だな。中学校で、ね、うん。だから、うん、ドラマやもんで、多分あの時代にタイムスリップしても、うん、長髪なんやな。そうだな。うん、で、うん、見て思ったけどさ、あの美味しい給食のさ、うん、クジラの竜田揚げが食いたいのな。あんな売ってねえぞ。ないわ。クジラ、でさ、クジラの竜田揚げはいいんだけどさ、イカ飯もないやろ。イカ飯ね、イカ飯が映画見た後、うん、イカ飯がね、どうしても食いたくてね、うん、なんでいろんなスーパー、結構スーパー回ったんやけど、うん、まあ、あれへん、あの真空パックされたイカ飯ね。ああ、まあ結構昔よう売っとったやんな。あれへんのやな、うん、あのスーパーとかで、あの弁当市場とかやると、あ、あることかな、イカ飯はあるけどね。あ、それ言っとった。それ、うん、函館で代表の、うん、弁当で、それはね、あのスーパーの人に聞いたら、うん、あの、うん、そういう北海道物産店があるときにそういうのあるか、で出るかもしれませんよって言ったけど、昔は普通にありましたよねとか言って。ないんや。だって今イカが高いから。ああ、食べてえ、イカ飯。その前に、あの聖地に行かなかったんだよな、その。あの聖地調べた埼玉県の、うん、石川なんとかって。それはだから、もうサインとか、あと駄菓子屋とか。それは俺が知っている美味しい給食ファンの人が今度行くらしいから。うん、すげえ。はい、うん。旧館の方で取ったらしいもんで、だから新館の方は、うん、ないな。旧館の方にあのそのね、石原隼人とかのサインがドワーって並んで、ドワーってた。うん、だから多分週末とか多分すごいんだろうな。で、うん、ちょびっとネタばらしなんだけど、エンディングでの、まあ、演者さんの名前がボーって上がってくるよね。うん、
最後の方はブワーってもうドーンって、ああ、なんだ、何百人？何やろな。何百人単位でドーンって名前がドーンってな、うん。あれびっくりした。あれは映画スタッフじゃないな。初めて見た。応援団やろな。おいしい給食応援団みたいな。ああ。そういうの募って。クラウドファンディングともやったのかな。クラウドファンディングはね、ないと思う。ないか。うん、テレビ局だから、映画だから。すごかったな。初めて見た映画で、あんな何のあれだろ、あんな名前がドドドーンドドドーンってドドドドーン、あの何やミジアだみたいな、うわ、マジ何やとね、まあそうそう、めちゃめちゃ長くなるよこれも、ああそうそう、次はまた違うとこロケ行きますんでね、トシ君の大好きなね、なんとかです、よかったら、あ、そっちでいいのか、はいよ、あじさいじゃねえの、いや、一応、うん、そっちは5時、5時で閉まっちゃうから、もうか、あで、今から行って、うん、うん、10分ぐらい取りゃいいかなという感じかな、あ、うん、ということで、よかったら所従のチャンネル登録お願いします、熱い、所従のチャンネルは5つあるんで、どれでもいいです、では、またお会いしましょう、所従でぞ、はい、あ、都市、楓原でした、じゃあ行くか、ちょっと暑いからね、俺今暑いからね、はい、行くよ、はい、行くよ、いやみんなは見とるやろ、こういうこと、俺がカニ飯の時はこうやってこういう、俺が動きちゃってくるんだ、カニ飯の時はこうやってこういう指をこうやってやって、いやめそ、そんな動きはあまり先生はしんの、なーにしとったやろかって、それは知らん、じゃあまた、はい、